2015秋アニメ監督特集。はい、ということでですね、小野学監督について、少し、お話をさせていただきたいと思います。小野学監督なんですけれども、今現在放送中の、学園都市アスタリスクの、総監督として、現在ね、制作をされている方ですね。監督は瀬戸健二監督で、この監督ですね、以前にも、小野学さんの、作品によく携わっている方ですね。例えば先シリーズの、副監督をやられていたりとか、まあ、A チャンネルの副監督をやられていたりとかですね、まあ、そういった縁もあって、この2人のコンビネーションは、息がぴったりなんじゃないでしょうか。ということでですね、小野学監督の、何が、すごいかというとですね、原作ものを基本的に扱う監督なんですけれども、その原作不安をですね、裏切らないようなアニメ作りを、する監督でございます。例えばですね、境界線上のホライゾンという、電撃文庫の、ライトノベルがあるんですけれども、こちらの方ですね、一冊最低でも700ページもある原作なんですね。ライトノベル一冊700ページといったもうこんな分厚いやつなんですけれども、こんな分厚いやつをですね、うまく、取捨選択してアニメーションに、取り入れる、そして原作を読んでいる、不安の人たちも文句なくね、まあ一部の人は文句あるのかもしれないですけど、まあ大多数の人すごく満足して、見れる、見れたアニメに、なっております。そしてですね、その他にもライトノベルの原作はですね、魔法科高校の劣等生の監督もやられております。こちらの方ですね、最近、まあ、少し流行りましたよね。サス鬼、まあ、さすがお兄様の略なんですけれども、サス鬼、サス鬼って、まあ、一部ネットで言われてた、言葉なんですが、まあ、そういった言葉を、生み出すぐらいには、しっかりと、作り込むアニメーションを、まあ、制作する、監督の一人ではないでしょうか。小野学監督ですね、なんだかんだ言って、ソフトが、結構売れる監督です。地味に、そんなね大爆死みたいなことはなくてですね、結構1万枚を超えるような作品が、何本かね、作られています。そういったところもですね、原作不安の方に認められている、証拠になるのではないでしょうか。はい、ということでですね、現在放送中の学園都市アスタリスクの、総監督をやられている、小野学監督について、お話をさせていただきました。ありがとうございます。